ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー、視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりにポート聞いていただけたら嬉しいです。ということで皆さん、おはこんばんちは。お元気にお過ごしでしょうか。もう4月も半ばに、じゃないよ、もう後半だよ。下旬に差し掛かってきました。2023年の4ヶ月がもう終わろうとしています。それ3月の時点でも衝撃っていう話をしたんですけど、それからなんか光の速さで1ヶ月が過ぎていきました。びっくりおったまげなんですけれども、皆さんお元気でしょうか。新生活を迎えてですね、こうちょっとね、リズムが崩れたり、なかなかね難しいことあったりしますが、でもその分楽しいこともいっぱいあると思いますので、心ワクワクさせながら過ごしていきましょう。ですね、何を話そうかなと思ってたんですけれども、本日のパーソナリティは私、こまちゃんが務めさせていただきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴いただけたら月がこぼれ落ちます。ということでですね、何話そうかなと思ったんですけど、なんか最近インスタとかで流行ってる性格診断みたいのをちょっとやってみまして、久々に。で、今現在のね、こまちゃんの性格、多分やる時によって多少変わると思うんですけど、今のこまちゃんの性格について語っていけたらいいかなと思いますので、最後までお聞きください。ということで、今回なんか16 パーソナリティーズっていうやつをやったんですけど、よく見るやつですね。なんか16タイプに多分分かれる性格診断になるんですけど、僕は擁護者っていう ISFJ の T っていうのに分類されました。これだけ聞いたらよく分からないですけれども、擁護者であってるよね。擁護者型の性格、愛を分け合うことのみで大きくなる、他人に愛を与えることのみでより多くの愛を得られる。すごいね、なんかやばいやつじゃん。愛に飢えてんなっていう感じなんですけど、一見でちょっと簡単に読んでいきます。擁護者型の人たちは非常にユニークで、性格特性の多くが個々の気質を否定しています。道理型の気質があるにもかかわらず素晴らしい分析力を持ち、内向型なのに優れた対人能力があり、他人と強い絆を築き、計画型であるにもかかわらず変更や新しいアイデアをよく受け入れます。このように非常に多くの事柄があり、擁護者型は個々の部分の相和以上の力を発揮します。擁護者型の人たちはこのようにして彼ら自身を定義づける長所を生かしています。ちょっとこれだけだとよくわからないですけど、この中で僕がね、あ、そうかもって思ったのは、まあ、非常にユニークっていうのは変な人だねってよく言われるので、まあそれは当てはまってると思います。気質を否定する、まあ確かに否定しがちかもしれないですね。ここもちょっと合ってるかもしれないな。まあ、素晴らしい分析力を持ちっていうところはちょっと僕には備わっていないと思いますね。内向型なのに優れた対人能力がありって、なんか年を取れば取るほどそれをすごく感じてきていて、昔はクソ人見知りで、もう人の陰で隠れて生きてるのが居心地が良かったんですけど、ここ最近もガが爆発し始めて、自分的にはどちらかというと内向的、シャイで人見知りと思ってたんですけど、いやそんなことないかもって思うシーンが多々あるようになったので、ちょっとこれはよくなんか納得できます。だし、新しいアイデアをよく受け入れるっていうのも、まあ確かに受け入れやすいタイプかなとも思いますね。そんな感じ。心から他人を優先し、親切な人には必要以上に親切な心で接し、正しいと思う作業には情熱的に取り組み、信じる人々には広い心で接します。すげえいいやつじゃん心から他人を優先しってすげえいいやつじゃん。そんなことしないよ大切な人には
必要以上に親切な心ですし、すごいね、なんか優しいと思いきや結構白黒つけるんだね。正しいと思う作業には情熱的に取り組み、ああそれは結構あるかもな。そんな感じだね僕は。あとはなんだろうな、自分の課題に確実に近づいてもらうことです。これ課題か、僕らの課題ですね。僕ら方の課題は自分の行動に確実に気づいてもらうこと。気づいてほしいんだ。認めて承認欲求が高いのかな。自分の成果を控えめに言う傾向があり、持ち前の親切な人柄が評価されることは多いですが、より皮肉屋で自己中心的な人々にその献身的なで謙虚な性格を利用されて任務を押し付けられたり、手柄を横取りされることもあります。そんなことないけどな。横取り自分がすることもありますけどね。内向型にはにしては珍しく、生まれながらにして社交的で優れた記憶力を生かして、データや豆知識ではなく人や顔、名前を覚え、その人の生活について、ごめんなさい、詳細に記憶します。マジ記憶力ないけどね。なんか思い出がアップデートされまくって、本当にね、なんか容量が少なすぎて 56GB ぐらいしかないんですよ今。携帯とか 1TB とか出てるけど、自分の頭は本当に 56GB ぐらいなんで、もうマジすぐなくなっちゃう。だから本当に昔の記憶がマジでないです。あの時の世界大会の記憶とか、先生はめちゃくちゃ覚えてるけど、僕は全然覚えてないことがありますね。珍事件とか、あそこで落としたとか、全然覚えてないです。そういうね、記憶力については右に出るものはいませんだって。そんなことない。持ち前の想像力と生まれ持った感性を生かして好意を、示し、受け取る人の心を捉えます。だってすごい、なんか褒めちぎられるんだけど。擁護者型の人たちは素晴らしい性格の持ち主で、意義のある目標が未達成な時に何もしないでいることは滅多にありません。うわー、でもこれはすごいわかるな。やりきれないと気が済まないみたいなところはありますね。その他人と親密に関われる才能は内向型の中では丸いがれがなく、こうして人とつながり合いながら互いに支え合う幸せな家庭を維持し、関わる人すべてに喜びを与えます。やば、神じゃん。関わる人すべてに喜びを与えるんだって。すごいね。神話の世界の人なのかな。象徴ですか、神の象徴、崇め立てれ祀られる系の、やばい、いい人だな。すごいなっていう感じです。なんかあともう一個ね、やったの、なんか韓国のやつ、なんかあの頭の大きい人形みたいなのが体育座りしてるやつで、なんかよく見えるんですけど、最近インスタで。これもちょっとやってみたので言ってみます。意外のムードメーカー力。意図はしないけどムードメーカーになり、何気に飛び出すリーダーシップ、他人に興味がない、あーわかる、頻繁にそそっかしいよね、おっちょこちょいなんですよね。数字に弱くてマジミスばっかりする。そういうの、人生に簡単に生きてきたと思う。人生簡単に生きてきたかな、まあ、別にそれはあんま感じない。一回ノーだと最後までノー。わからん、これはそんな気もするけど、クール病末期の患者さん、あーそうかもな、それはあるかもな。ファッションセンスがいい人に惹かれる。それみんなそうじゃない。強がることうまい。あ、そうなのかな、強がるな。だってプライド高いもんな。真の目立ちたがり屋。なんか年取れば取るほどそんな感じ。でも年取って目立ちたがり屋ってマジで痛いやつだよね。やばいよな。率直、それはあるね。ちょっと素直すぎてどうにかした方がいいところはあります。ズーズーしい、納得、本当にズーズーしいよねこの人。未来よりは現在に集中する。
そうだね。てか集中せざるを得ないよね。必死ですよね、日々。たまには自分さえ自分についてよくわからない。あ、わかるな。それはわかりますね。たまにそれを考えてすごい落ちる時がある。意図はしないけどムードメーカーになるって、それはよくわかんないな。あ、俺ムードメーカーになってるなとかってあんまり思わなくないですか？何気に飛び出すリーダーシップ、どうなんだろう。でもバトンの時はね、まとめていかないといけないから、それもよくわかんないな。他人に興味がないっていうのは結構当てはまりますね。なんか自分の中でやりたいとか、この人と関わりたいかって思うのって興味があるかないかで、なんかもう一瞬で線引きしてる感はあるかもしれないですね。これに興味がある物事だったら、よしこれやってみようって思うし、あ、素敵だな、興味あるなと思ったらすごい知りたいと思うけど、そうじゃない人は知りたいとも思わないから、なんかその域に達しないので、多分勝手にパッてスパッて切ってるような気がします。残酷。誰にでもさ、喜びを与える人とかって言ってんのに怖いね。あとはね、率直は結構納得ですね。あとズーズーしいはちょっと最近本当に思ってきてる。なんかどうにかした方がいいよって思うぐらいずぶといんだよね。ズーズーしい、頑固っていう感じです、僕は。皆さんお分かりいただけましたか、僕の性格。少しずつ分かったよね。でもね、でもすごいね、いいように書かれてる。1個目のやつ、16 personalities ってやつはめちゃくちゃいいように書かれてますね。あとなんか意識っていうのが 53% で、エネルギーが 80% の現実型、気質は道理型で 71%、 戦術は計画型で 58%、 アイデンティティ身長型の 74%。 あ、でも合ってるっちゃ合ってますね。皆さんもやってみてください。なんかいろいろもっとあるよね。まだあったわ。まだやってた。やたらと心配の多いタイプ。まだ怒ってもいないことに対して心配しすぎです。わかる。これすごいわかります。めちゃくちゃ不安症なんです。すごいわかります。少子さんと真逆だと思います。世渡り上手で、場の空気を自然にリードしたり、まとめ役をしたりするのも上手です。それはちょっとわかんないな。だからさっきも言ったように、あ、俺この場の空気リードしてる、あ、いいねとかって思わなくない？蝶のつく陽キャ、それはないだろう。共感能力が高すぎて相手の気持ちをよく合わせてくれます。それもちょっとよくわかんない。人見知りではないけど、自分の心が許すまでは本当の自分をさらけ出しません。それ意義なし。結構そうです。まあ皆さんそう、まあそんなことないか。フルオープンなハート持ってる人いるもんね。人はそれですね、本当の自分をさらけ出しません、自分の心が許すまでは。それは大いに納得です。饒舌でおしゃべりが大好き。お悩み相談も上手です。おしゃべり大好きかな。まあラジオを聞いてわかるように、どもりやすいんで、おしゃべり上手ではないと思います。しかし相手のことが理解できないときは、そういうことあるよねで終わらせることもあります。そうかもな。人の悩みを聞いてあげるときは、メリットとデメリットを考えて、損得で感情で動きます。そうなんだ。気をつけてください。感情の起伏が激しい人です。そうだよ、だってすぐ切れやすいもん。人のことが好きすぎて、周りの人が辛い目にあったら自分まで辛くなります。あ、わかるかも。それサイコパスだっけ、エンパスだっけ、エンコパス、エンパスだっけ、サイコパスか。まあいいや。表に出さずただただ我慢するタイプですが、そんな自分が嫌いと思ったということは、心の底から嫌いな人です。おそらくその人は周りからも絶対嫌われている確率 100% です。心から共感がなくても、共感したふりをすることはできます。ふーん。相性のいいタイプはこんな人です。丁寧で自分のことを思ってくれる人が好きです。優しい人を理想のタイプにしている人が多いです。礼儀正しくて優しい人が好きです。恋愛すると没頭するタイプなので、相手にとことん尽くします。安定した関係が好きです。へーっていうのも出ました。これは3つ目の
性格診断のやつなんですけど、すごい、こんなもうダラ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 15分も喋っちゃったすいません、僕の性格について、面白いですね。なんかこういう性格診断もあるんだよ、やったことありますかみたいなのがあったら、なんかコメントくれたら嬉しいです。やってみたいです。こういうの結構当たるので、僕こういうの結構好きです。なんなら占いとかも行きたいです。いい占いあるよとか、いいなんとかなんとかかんとかあるよとかいうのあったら教えてくれたら嬉しいです。それではこの動画がいいねっていう方はグッドボタン、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。翔さんも言ってたけどね、もうちょっとでね5月中旬ぐらいになったらねお知らせできることがあるので、ちょっとそれ楽しみに待っていただけたら嬉しいと思いますので、お待ちください。それではこまちゃんでした。おやすみなさい。